どうもお疲れ様です。即果塾の久保です。2024年が始まりましたけども、YouTube をね、2024年、ちょっとパッと花開かせたい方に、ちょっとメッセージを送りたいと思うんですよ。で YouTube で何とかしてこう稼いでいきたい。できればそれによって成長を立てたいっていう思いは、今の時代なら当然のことだと思います、えー。例えばね、私が、そうですね、小学生の頃に、将来はスポーツ選手になって、それで暮らしていきたいなと思ったり、 芸能界に入ってて歌手デビューしてねそれによって成計を立ちたいそんなことを思った方ってのは多いと思いますけどもそんな感じですよねで。だんだん自分が成長するに従って自分の力量とそれからやるべき努力に対して自分の熱意がそこまでないってことに気づいたりまた別の選択肢が見えてきてそちらの方にね興味を移したりとかして変わっていくと思いますけども私たちは残念ながら10代ではありませんのであの決めたことにね えー、もうう素直に従っていいくしかないのかななのと思うんですよあれこれと目移りしているそんな時間はもうありませんのでね、えー、ですんで YouTuber で生計を立てると腹をくくったんだったら YouTube で稼ぐための行動をしていかなくてはいけませんそのために2024年始まりますけどもあのやっぱりね計画をちゃんと立てた方がいいと思うんですね例えば生計を立てようと思った場合大体年間でどんなに低く見積もっても300万はやっぱ必要でしょうっていうことは 年間で300万稼げる YouTuber になるってことを決めなくてはいけません。いつまでにか。遅くとも今年中にですよ。ね。というのが年齢が待ってくれないでしょ。3年とか5年とか10年じっくりかけて、それによってね、YouTuber の仲間入りをしてお金を稼ごう。時間があればいいですけども、ないですからね。となると、急がなくてはいけません。今、2 0 2十年が始まって1月になりましたけども、1月1日からスタートして、 12月の31日にやっと年収300万到達しましたって言ってもじゃあその間の1年どうするんですかって問題がありますよねですんで今までね YouTube をされてこなかった方はまだしも今までしっかりと YouTube をやってきたのに思うように実績が出てない方その延長線上で2 0 2 0年やっては絶対ダメですよやったこともないようなことに挑戦していくことでない限りもう道は開けませんのでもう反復でねただ繰り返してるだけとか 工夫するにしてもちょびっと工夫をしただけでは全然追いつきません。もっともっと圧倒的に劇的に結果を変えていこうと思うんだったら圧倒的に劇的に行動を変えていかなくちゃいけないんですよじゃあ行動を変える前に何を変えなくちゃいけないか思考を変えないといけないんですよねそこから始まってきます当然日々の暮らしがあるんで疲れてるでしょ時間もないでしょその中で YouTube のネタを絞り出して動画にしなければならないでもこれって事業を組み立てる時に当たり前ですからね 私のことをちょっと申し上げますと私の事業ってのはもともと店舗を運営することにあったんですけどもどこに出店するかっていうことでまずはね足を棒にして探しますよで不動産屋さんと交渉したりマーケティングリサーチをしてちゃんと売り上げがあるのかっていう客数動向調査をしますものすごい手間がかかります大体一つの店を出すのに早くて6ヶ月遅くては3年かかるんですよその間もずっとコストがかかり続けてますし自分の飯も食わなくちゃいけないでしょで遊びもしないといけないですからね その中で「はい店を出しました」って言ってもその店が利益を叩き出してくれるかどうか分かんないんですよ仮に利益を出したとしても30年がか,かりの返済になりますんで途方もないね本当時間がないっていう言葉にはもう例えようもないぐらい時間がないですよでもそう考えていくと必ずしも比較はできませんけども YouTube で1年以内に年収でね200万300万を目指すっていうのは そんなにむちゃくちゃな話じゃないと思いますし初期費用もほとんどかからないわけでしょうここで一つちょっとポイントがあるんですけどもお金をかけずに成功することってお金をかけて成功するよりも簡単ですかねどうなんでしょうかもちろんもう手先のお金がないんでね払えないから自力でやっていくっていうのもいいでしょうけどもそんな悠長なこと言って大丈夫なんでしょうかとそれだったらちょっと無理してでもお金を出してしっかり学んでいって その後でしっかりと回収していくっていう発想の転換もまさに必要だと思うんですよ。まあ何でもかんでも金を出せるだけじゃないですけども例えば広告を作ってみるとかねサムネイルを出稿して依頼してみるとかね何だったら動画の編集とかテロップを1本7 8千円で作ってくれてる業者もありますのでそういうところにお願いするとかねそういったお金の書き方です。あとはやっぱり私もコンサルを受けてますけども YouTube のコンサルを受けるつまりは自分のスキルをお金で買うってことも 圧倒的に自分の結果を出すすために必要なななんじゃいいかなと思います、まあ、論より証拠ですけども私の場合は人のコンサルを受けなくなってもうしばらく経ちますけども自分自身で自分にコンサルをした結果この2023年の8月には10日間で収益化に成功して以来そこから5万10万20万とお金が毎月毎月振り込まれてるわけですよ広告収入がね。こういうふうな形を短期間で取れるってことを考えていくと私はやっぱりねそのノウハウを。 買っていくっていうのも一つだと思うんですよでいろいろと話は長くなりましたけどもここでねじゃあ少なくともこれやしましょうってことをお話してこの動画を締めたいと思いますそれはですねいつまでにいくら稼ぎたいのかってことを月ごとにも計画しましょうってことなんですよ計画なくして実行なしですよ当然計画立てたからといって計画通りに行くもんではありませんけどもだからといって計画を立てないってことにはならないんですよ一月末までにはどうしたいんですかと 2月末までにはどこまで行きたいんですかと3か月末までにはどういうミッションをクリアしたいんですか結果2020年1年がかりで年収300万が取れましたっていうふうな大きな目標に到達するんじゃないかなと思うんですよなんとなく作業やってても稼ぎませんからねでそこは肝に銘じて今日から全てをスタートするつもりで YouTube に取り組んでもらいたいと思います、はい、YouTube で10年以上今ね暮らしてる私え特に私は今 家族を養っているのはこの YouTube ですからねそう考えたらそうですね一般の会社の50代の部長職にあるのと同じぐらいの暮らしを YouTube だけで送っているってことも言えますその力をこの動画をここまで見てくださった方にもお分けしたいなと思いますんで本年もよろしくお願いします。それではありがとうございました。